スチュワート SF3 は、スチュワートグランプリが1999年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラカー。スチュワートとしては3代目のマシンとなる SF3 は、テクニカルディレクターのアラン・ジェンキンスの下でデザインされたが、ジェンキンスは1998年シーズン後にチームを離脱し、代わって1998年秋に、 上段から加入したゲイリー・アンダーソンが開発の指揮を取った。エンジンは、フォード・ゼテック・ R に代わり、新開発の CR-1 を搭載する。ドライバーは、在籍3年目のルーベン・スバリチェロとザ、ザウバーから加入したジョニー・ハーバートが務めた。ジョニー・ハーバートがドライブする、SF-3 開幕戦オーストラリア GP では2台、揃って、グリッド上で、オイルリークが発生し、 ハーバートは出走不可能という浮き目にあった。バリチェロは5番グリッドから4位完走という好スタートを切る。第2戦ブラジル GP はバリチェロが予選で圧倒的な速さを誇るマクラーレンに続く予選3番手を獲得。決勝レース序盤はトップを改装し母国のファンを熱狂させたが3位走行中にエンジンブローで初優勝の夢は消えてしまった。 第3戦3リの GP はバリチェロが3位で1997年モナコ GP 以来の表彰台を獲得する。第7戦フランス GP ではバリチェロが雨の予選で自身2度目のポールポジションを獲得し決勝は今季2度目の3位フィニッシュ。チームメイトに比べ精細を欠いていたハーバートだが天候の変化に翻弄された第14戦ヨーロッパ GP で タイヤ交換の読みがさえ、1995年、イタリア GP 以来の優勝を果たし、スチュワートチームも創設3年目で初優勝を飾った。バリチェロも3位に入りダブル表彰台を達成する快挙となった。最終的にコンストラクターズランキング4位という過去最高の成績を収め、このシーズン限りでエンジンサプライヤーであるホードがチームを買収。2000年からは、 ジャガーとして参戦することが決定し、上昇気流に乗っていたチームの歴史は3年で幕を閉じることとなった。1993年の F1 デビュー以来、伸び悩んでいたバリチェロは、晴れでフェラーリン席が決まる。ありがとうございます。